チアベンダゾールは、防火微剤の一種である。分類としては、メチルベンズイミダゾールカルガメート系の殺火微剤であり、フンジェサイドレジュスタンスアクションコミッティーコード1に該当する。この系統の作用基準としては、微小管の形成中に、ベータチューブリンに結合することにより、有意と分裂を阻害して発揮される。チアベンダゾールは、防火微剤や、食品添加物、 木材防腐剤として用いられる。アメリカ合衆国のメルク社が開発し、1999年の炭水和剤、液剤の生産量は、計10.1トンであった。日本においては1972年6月30日に農薬登録され、天才の活版病などに適用されていたが、2006年に執行した。また、1978年に、 食品添加物としての認可を受けており、ポストハーベスト農薬として輸入バナナ、柑橘類などの防腐処理剤として使用される。工業用防カビ殺菌剤としては、塗料や冷蔵庫のドアパッキン、医療品の抗菌加工にも用いられる。また、医薬品としては、ミンテゾールの商品名で、腸管粉染中症や、専門中症治療用の内服用の苦中薬として、 使用されていただけでなく、人以外にも苦中薬として使用されていたが、同等の効果があり、かつ、より安全性が高いイベルメクチンが開発されたために、苦中薬としての製造、販売は中止された。なお、苦中薬として投与されていた際には、めまい、吐き気などの副作用が報告されていた。日本における1日接種許容量は、体重1ラムあたり0 3ラムと、 定められている。食品添加物としての残留基準は、柑橘類 20ppm 以下、バナナに 3ppm 以下と定められている。チアベンダゾール、国立医薬品食品衛生研究所のお薬添加物、動物用医薬品評価書、チアベンダゾール、食品安全委員会、P46 から47参照。ありがとうございます。